まだ暑いな、さっぱりしたものが食べたい。お豆腐なんかどうでしょう。お豆腐作りにも科学が詰まっています。まずは豆乳を鍋に入れ、75度になるまで加熱します。温度計で計測しながら待ちます。次に火を弱火にして、にがりを加え3回静かにかき混ぜます。火を消して蓋をして10分蒸らします。10分後、豆乳が固まっています。なぜ豆乳が固まったのか。ポイントはマグネシウム。豆腐は大豆を煮ている絞り汁イコール豆乳を加熱して、凝固剤イコールにがりを加えて固めたもの。豆乳には大豆由来の植物性タンパク質が溶け込んでいます。今回凝固剤として使用したにがりには塩化マグネシウムが含まれています。豆腐は大豆のタンパク質とにがりのマグネシウムが結合して固まっているんです。豆乳中のタンパク質にはカルボキ色がたくさんついていて、カルボキ色は水中でマイナスの電荷を帯びています。一方、にがりの主な成分は塩化マグネシウムです。塩化マグネシウムは水に溶かすとマグネシウムイオンと塩化物イオンになります。マグネシウムイオンは2価の陽イオン、マイナス電荷を持つ大豆タンパク質と結合することができます。タンパク質とマグネシウムがたくさん結合すると、豆乳に溶けていたタンパク質は溶けていられなくなり固体になります。では固まったものを型に移し脱水していきましょう。水にさらして完成です。豆腐作りの科学的に見たポイントは、タンパク質が少ないとマグネシウムイオンと結合した構造を作れません。なのでタンパク質を多く含む豆乳を選びましょう。今回であれば大豆固形成分 9% の豆乳を使用しました。大豆固形成分が多いほどタンパク質が多く含まれています。他にもにがりのようにマグネシウムを含む塩を使うとどうなるか、他の豆類でも同じことができるかなど、実験すると面白そうですね。